今風止んでる？止んでる。おはようございます。おはようございます。今日は快晴、花粉がひどい中始めたいと思います。はい。今日のお題は昨日かな、開幕したセントラルのことについて質問していきたいと思います。昨日セントラルサーキット耐久レース始まりましたね。開幕したと思うんですけども、はい、どうですか、リザルト見てみて。出走チームであったりとか、はい、出走者、まあ、ある程度想定してたメンツ、全然知らない、はい、全く知らんチームが、はい、まあ、あの上位の速いチームしかわからないです、うん、なるほど、はい、すいません。いや申し訳ない、情報少ない。15チーム22チーム、うん、出走してて、あれっていうのはうちが出るカテゴリーのチームなの？耐久レース全体の参加台数は22台あって、うんうん、そのうちの、6クラスに分かれるような感じでございます。多分間違ってたっすよね。だからそうですね。はい、皆さんこんにちは、マネージャーの A さんです。今回はですね、動画中の作業としては電動ファンをつけるという作業をしているんですけれども、一旦それは映像で見ていただくとして、今回僕たちは7月3日に開催されるセントラル耐久レースに参加予定なんですけれども、僕自身はドライバーとして出ないんで、大会の概要とか読んでなかったんですね。全く把握しなかったので、今回改めて大会規則ざっくり読んでみました。で、細かいところはまたおいおい共有させていただくとして、大枠、僕が気になってた大きなところだけ共有させていただきたいなと思います。大会の概要であったりとか細かい情報を知りたい方は、セントラル耐久レースのオフィシャルが Twitter のアカウントを開設されていたので、そちらのリンクを概要欄に貼っておきますので、また見てください。まずこのセントラル耐久レースなんですけれども、2021年の年間スケジュールが3月6日の土曜日、7月3日の土曜日、11月20日の土曜日の3ラウンド制になってます。開催場所が兵庫県多可郡多可町中区坂本、セントラルサーキット1周2804mのコースです。で、モータースポーツにあまり馴染みのない方並びに僕は、言葉で聞いてもあまりピンとこなかったんですけれども、参加する車種やドライバーの実力、スキルによって細かくカテゴリー分けがされているようです。この辺に関してはね、いつも出られてる方とか、今回僕らのチームの中に入ってくれている拓也くんなんかは、もう大会概要見なくても分かってることかとは思うんですけれども、僕を含めた初心者の方や新しくこのチャンネルを見ていただく方、最初の導入編としてこちらの映像が少しでも参考になればなと思います。この動画を撮影したのが3月の7日の日曜日なんですけれども、前日の3月6日には1ラウンドが開催されており結果が出てました。大会規則によると最大出走数は50台と記載されていたので、今回の出走は22台でしたので、少し少なかったのかなと感じます。あとね、細かいルールに関してはつらつら書いてたんですけれども、個人的に一番気になったのはここです。